とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は最強弓ランキングやっていきたいと思います。アップデートで結構環境が変わりました。このランキング、一つ目、雑魚戦での強さ。二つ目、ボス戦での強さ。三つ目、使いやすさ。この三つを5段階評価でつけております。さあ、それでは、やっていきましょう。このランキングには、個人的な意見が入ります。ご了承ください。それでは、最強弓ランキング、第5位から、いきましょう。第5位の装備は、サブリューイングですね。サブリューイング、初めてランクインしたと思います。評価としましては、雑魚戦での強さ、1、ボス戦での強さ、5、使いやすさ3ですね。評価にもある通り、雑魚戦では全く使えないです。なぜかっていうと、矢が少ないから。全然矢を持てないので、雑魚戦で使ってると、すぐに矢がゼロになってしまいます。なので、雑魚戦では使いにくいです。一応、クールダウン編成はできて、クールダウンショットをバンバン打っていくことはできるんだけども、それはね、以前までだね。今回、矢を無限増殖しにくくなったので、ちょっと、クールダウン編成は使わない方がいいと思います。で、これ使うにあたっては、必要なエンチャントがあります。絶対必要なのは、スーパーチャージとオーバーチャージです。この2つを入れとくだけで、チャージショットを打つと、4000万かな ?4000 万ぐらいのダメージは出ます。で、さらに、虚無を入れて、ボスに一発当てた後に、ダメージを入れると、軽く2億ぐらいダメージが出ますので、ボス戦では、すごく強くておすすめの弓となっております。一つ持ってみてはいかがでしょうか。第5位、サブリューイングです。それでは、最強弓ランキング、第4位いきましょう。第4位は、ハープクロスボウですね。常にランクインしてるクロスボウなんですけども、評価としましては、雑魚戦での強さ3、ボス戦での強さ3、使いやすさ4ですね。これ、当たりやすいので、初心者の方にすごく使いやすい弓となっております。で、火力、そこそこ出ます。でも、出すためには近づかないと。いけないので、ちょっとね、技術は必要になるかな。と、もう一つ火力を出す方法があって、それが無限ダイナモだね。でも無限ダイナモをするとなると、厳選が難しくなります。ダイナモと、そして貫通。この二つが必要になるので、厳選がちょっと難しいかなと思います。あと、クロスボウなので、クールダウンショットがつきません。なので、アーティファクトの回転数が、悪くなりますので、火力、もしくは耐久力なんかが低くなるっていうデメリットもあります。ですけども、まだまだ使っていける装備だと思うので、ぜひ、ダイナモ、そして貫通がついてるやつ、探してみてください。ということで、第4位は、ハープクロスボウです。続いて、最強弓ランキング、第3位いきましょう。第3位は、ピンクスコーンドレル、そしてグリーンメナス、この二つですね。評価としましては、雑魚戦での強さ4、ボス戦での強さ3、使いやすさ3ですね。この弓はお得なんだよね。ダイナモをつけるだけで、無限ダイナモが使うことができます。貫通がいらないんだよね。なので、厳選難易度が低めとなってます。まあ理想的なやつとしては、ダイナモ、クールダウンショット、バーストボーストリング。この3つかな。この3つがついてると、かなり強いです。で、クールダウン編成もできるんだけども、矢がね、若干少なく持ってるので、ちょっとね、今まで通りの使い方ではダメかと思います。クールダウン編成はちょっと難しいかもしれないですね。で、普通に矢を撃っていくと、たくさんの敵にヒットすることができます。
で、その時にピンクスコーンドレルだったら激怒がそのまま入ってるんだけども、グリーンメナスでも激怒を入れてると敵が怒って、同士打ちを始めます。これがね、高難易度で意外と役に立つのでおすすめなんですよ。第3位ピンクスコーンドレル、そしてグリーンメナス、この2つですね。それでは最強弓ランキング第2位に行きましょう。第2位は愛のスペル棒、パープルストーム、機械仕掛けのショート棒、この3つですね。評価としましては、雑魚戦での強さ4、ボス戦での強さ4、使いやすさ4となってます。この3つ矢が多く持てます。弓の中で一番多く矢を持つことができます。クールダウン用の弓ですね。まあ、今回アップデートがあって矢をあまり持てなくなりました。でも、もともと矢をたくさん持てるのであんまり影響はなかったかな。そこまで影響はなかったと思います。まあ、近接で攻撃していくにしても、あとカバンビルドとかブラストだけビルド、あのあたりをやるにしても絶対必要な弓となってますので、必ず1本は持っておいた方がいいと思います。ただこれ3つ、使い方が若干違ってて、特に機械仕掛けのショート棒、あれに関しては、矢の消費量が半端ないです。もう押しっぱなしにしてると簡単にね100本ぐらいはすぐ飛んでいっちゃうので、まあ使い方は難しいですね。雑魚戦の時に機械仕掛けは使わない方がいいかと思います。ボス戦ではね、もうそいつ倒せばクリアなので、もう最後はもうバーッと使っちゃっていいと思います。はい、道中はパープルストームもしくは愛のスペル棒で、ボス戦では機械仕掛けに変えてもいいかと思います。ちょっと注意が必要だね。ということで第2位は3つ、パープルストーム、愛のスペル棒、機械仕掛けのショート棒です。それでは最強弓ランキング第1位に行っちゃいましょう。第1位はバブルバースターですね。評価としましては、雑魚戦での強さ5、ボス戦での強さ3、使いやすさ4ですね。とにかく無敵バブルビルドが強い、いや強すぎるぐらいの、性能を持ってます。ただ、使い方が若干難しいんだよね。バブルに入ったやつをさらにバブルで攻撃するっていう、なかなか、慣れが必要なやつではあるんだけども、まあちょっと使ってるとすぐに慣れてくるかと思います。とにかく強い。でボスによってはワンパンできるんだけども、ワンパンできないボスもいます。まあそこは注意が必要なところですよね。まあやってるとそこはわかるようになってくると思います。そしてもう一つ注意がありまして、重くなります。めちゃくちゃ重い、ダメージがすごい出るので、処理速度がかなり必要になるのかな。なのでゲームが重くなります。でマルチプレイで使うとすごい落ちます。うん、なのでできればマルチプレイではあまり使わない方がいいかと思います。落ちないにしても重くなるんですよ、ラグがひどくなるので。なのでこれはソロ用として考えてもらうといいと思います。うん、まあソロでバブルバースターめちゃくちゃ強いので俺もすごい使ってます。まあただ変更が来たら終わりますので、その時は装備を変更してやっていきましょう。ということで第1位はバブルバースターですね。はい、ということで今日は最強弓ランキングでした。いかがだったでしょうかね。今回のアップデート結構変わっちゃいました。一番変わったっていうのが、弓の増殖が無限じゃなくなったっていうところ、そこがね結構ポイントになってくるんではないでしょうか。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。